奥多摩日原川、に来ました。これからちょっと川の方に行ってみたいと思います。はい、日原川に、降りてきました。反対側です。森林、かなり森林を歩いて、下ってきました。やっと川が見えてきました。はい、一人先約がいました。はい、ちょっと後ろ姿ですけども、ちょっと状況を読んで、15センチぐらいの、イワナがいるそうです。ちょっとさ、先約で先の方に、登られている方がいるということなので、はい、ちょっと下ってから登り、釣り登っていきたいと思います。はい、今回使用する毛針は、ちょっと緑かかった茶色の毛針を使って釣ってみたいと思います。それでは行ってきます。釣って10分ぐらいです。ちょっと水温が低くて、浮かす餌だとなかなか食いつかないかなという感じです。でも楽しいのでちょっと続けます。はい、この景色最高ですね。後ろはこんな感じです。ちょっとあっちの方見えなくなっちゃった。ちょっと奥の方まで、行ってみたいと思います。岩の上に木が生えてます。2時間釣り上がってきました。かなり、上がってきたんじゃないでしょうか。まだまだ毛針は食わないかなという時期ですね。5月1日、5月2日ですかね、でございます。もうちょっと粘ってみたいと思います。3時35分ですね。4時ぐらいまでちょっと頑張ってみたいと思います。いや、最高のロケーションです。これで1匹でも取れたらいいんですけどね。もうちょっと粘ります。はい、今日は、もう帰れなくなるとね、ちょっと暗くなってしまうとね、危ないので、何か事故起きたら大変ですのでね、今日はここでやめたいと思います。ちょうど4時あたりかなと思います。これから、車の方、駐車場の方に戻りたいと思います。まあ、釣れなくてもこのちょっとこけました。自然の中にでね、いろいろと散策できたのはすごくリフレッシュします。川から山林を登り、やっと人里まで来ました。これから歩いてまた駐車場に向かいたいと思います。疲れました。はい、今駐車場に着きました。ほっと一息。4時34分になったところですね。これから、自宅に帰りたいと思います。今日は釣れなかったですけども、また5月の中旬ぐらいから毛針が、どんどん釣れる時期になってくるのではないかと思うので、飽きずにチャレンジしたいと思います。それではさようなら。